危ういですが、目の前に見えますのが妙義山ですね。発車まで雨が降らなければいいですけども、SL 乗るの久々まで楽しみですね。で、この列車後ろには機関車が連結されてまして、 SL の助けをする形で動きますね。発電機の音いいですね。懐かしいですね。後ろに連結されてますのが EF64 ですね。ヘッドマークはこのような形です。今反対側のホームへやってきました。ただいま点検中ですね。石炭の匂いがたまらないですね。セールはこの黒いボディがかっこいいですよね。今回のセールは D51 ですね。通称デゴ1ですね。横川駅、ただいま新越線の終点となっておりますけれども、かつてはこの車止めの先まで線路が続いてまして、杉峠を登っていったわけですね。改札の外に出てきました。峠の川飯屋さんがあります。広場になってますね。駅前にはこのように車輪がありますね。昔実際に使用されてたものですね。アプト式といってはギアを噛み合わせるように電車を走らせていました。そしてそのギアを噛み合わせる元々の実際使われたと思われるものがこちらに排水口として再利用されていますね。駅前には峠の川飯で有名な荻野屋さん本店があります。こちらの中でも食事することができます。店舗前にディスプレイがありまして、峠の川飯単品と峠の釜飯定食があります。上にはイニシャル D とコラボした掛け紙と
下には鬼滅の刃無限列車編のコラボした掛け紙が飾られてます。食事していきたいと思います。峠の釜飯定食を頼みました。峠の力持ち付きですね。掛け紙を取ってみました。食べてみます。美味しそうですね。
駅の磯部には14時35分の到着です。神田には14時51分、終点の高崎には15時18分の到着です。お手前お願いいたします。窓から大きく部屋顔を出しますと大変危険ですのでお待ちください。本日ご乗車いただいております伊勢海老横浜号の車内は両をテーマに風鈴を飾っております。電車に揺られながら風鈴が奏でる涼やかな音色に心癒されて伊勢海老で午後の旅をお楽しみください。なお恐れ入りますが風鈴にはお手を触れないようにお願いいたします。それでは颯爽と駆け抜ける伊勢海老で午後の旅をお楽しみください。楽しいメロディーですね。ブルートレイン乗った時もこのメロディー流れてましたよね。
高崎線ご利用のお客様にお知らせいたします。高崎線15時30分発となります。2番線からの発車となります。まもなく終点高崎に到着をいたします。お出口は右側です。高崎駅に到着しました。はい、セール楽しいですね、やっぱり。蒸気はすごいですね。ただいま SL を降りまして渋川駅まで移動してきました。駅前児童公園というところに T51 が置いてあるということで来てみました。駅から歩いて5分ほどですかね。こちらに泊まってます。結構綺麗な状態で保存されてますね。中も入れるみたい。中も当時のまま残っているんでしょうか。中入れるのは珍しいですね。当時のままでしょうか。車体綺麗ですね。屋根があるとやはり違うんでしょうか。降りて前の方に行きたいと思います。前の方へ移動してきました。このような形です。ちょうど SL 群馬横川号で乗ってきましたけども、このような状態で置いてあるのを見ると実際動いているのはすごいことなんだなと改めて思います。本日の動画はこちらの方で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。